起きる。ね。一回ならまだいい。それやばい。それ、俺さすがに一回。おじいちゃんじゃないかもう。起きちゃうな。一回でもあんま良くないけどね。そう起きちゃう。睡眠の質的にはもう良くない。だからさ、会社なんかさ、みんなさ、机にあのミリッターとかさ、飲んでる。最近多いですよね。それって何日に食べて飲むの？猫よけじゃない。一日飲ます。俺もやっぱ同じなんだよ。一日さ、缶コーヒーとか飲まない。あれはミリットル、グビグビやった。あれ飲んじゃうんだけど、俺なんか死んじゃうやつ。飲まないとダメらしいんですよ。水が飲めないんだよ。あ、そう。運動してる時は飲んだよ。好きな。美味しくないよね、ミリットル。金出して買う気にもなんないんだよ。美味しいとかじゃないんですよ。あ、そうなの。もう、ギブ。お茶、お茶ならね。お茶もあれじゃないの、やっぱり。コーヒーとかで、まあ、麦茶はカフェインが入ってないんで、麦茶はいい、麦茶はない、麦茶はない、麦茶ストーリーっつうんだよね。マジで麦茶。あ、そうなんだ。え、でも麦茶ってカロリーないことないよね。うん、ああいうのこういうの水だって水調のチームみたいな。ああ、いいじゃん。3リットル、なんか腎臓に良くないらしい地獄ですよ。サウナでしょ。光です。だってあの絵の考えよくやってたなって感じじゃない？うん、よくやってたと思う。だから職人さんとかもすげえなと思うもんね。コートにコンテナ入ってみて似合ってた。ラストワンでお願いします。日本です。
Yeah.